こんにちは、トイズガオです。はい、先日作りましたミニプラの竜帝王ですけども、2体ありますね。この竜ボイジャーを2体買いまして、1つは普通に遊ぶようで、もう1つは LED を仕込むようで、もう1個買ったんですけども、今回は LED を、こちらのね、竜ボイジャーの方に仕込んでいきたいと思います。まあどっちでもいいんですけどもね、今回はこちら、サソリボイジャーとクマボイジャーを外しまして、そしてキュータマも外して、この上半身のこの3つですね、ここに穴を開けるので下半身は外しておきます。そして、個別にこちらもして、このような状態で、このね、この部分もちょっと邪魔なので一回外しましょう。はい、このように、穴を開ける3つのパーツ、こちらはね、これからドリルで穴を開けていくわけなんですが、この状態が竜帝王になるので、この状態でね、後ろからパッとこうね、綺麗に光るわけなんですが、ここからですね、竜帝九連王に合体するときはこのような状態になりますので、このパーツがこのようにつくんですけども、ここがど真ん中で、この辺も穴が開いちゃう感じにはなるんですけども、ここもね、穴が開くんですけども、このパーツが若干邪魔なので、これはもうつけないという形にするか、ここに穴を開けてね、ここまた通すかというね、ことになるんですけども、ここ通してもね、あんまり問題はないと思うんですけども、ちょっとね、ドリルで穴を開けた時に割れそうなので、ここは慎重にやっていかないとなと思うんですけども。これでね、この状態で竜帝九連王になるので、この状態では上にこう光る感じになりますね。この状態で若干斜め向けてね、このようにすれば、ちょっとは前の方に向いて光らせることができるんですけども、とりあえずこの状態で光るとどうなるのかね、わからないので、ここにカジキが来るんで、この正面から見た目だとこのね、九玉が隠れちゃってるんでね、あんまり光ってるかどうかわからないんですけどね、斜め上からでちょうどわかるかなって感じですね。とりあえず穴を開けてみたいと思います。ちょっとね、このここがね、ここがちょっと難しいですね。ここは変形のところなんで、これはもう一度これやってしまったらもうルーボイジャーにすることはないということになりますね。ちょっとこれはね、ここもちょっとカットしないと、ここに仕込むことはできないですね。これもちょっと後々やっていかないとダメですね。はい、では。じゃあまずはこの横の方のパ
パーツの穴を開けていきたいと思います。ということで穴開けが完了しましたので、こちらのね電飾の方を仕込んでいきたいと思います。こちらですね、今回使うのは100均の単三電池使用の LED が8個ついているイルミネーション用のものですね。でね、前回の方はですね USB 電源で取れるものだったんですけども、これがちょっと売ってなくてですね、こちら電池式のものしかなくて、今回はこれをリューボイジャーの方にはこちらを使いたいと思います。それでですね、まあ3つあれば足りるんですけども、今後またミニプラでねキュー玉合体でロボが出ると思うんで、こちらはね9連王の時はその5個分でここ切っちゃってたんですけども、今回はこれ3つで切らずに全部ちょっと取っときたいと思うので、ちょっとね光が漏れるかもしれないですね。このこっちのですね、3つあれば足りるんでこの3つを仕込むんですけども、この余ったこっちの LED5 個の LED がですねちょっと隠しておかないと光っちゃうので、光が入っちゃうので、ちょっとこれはまあ後々隠します。まあ何がしかでこう包んで隠しておきたいと思います。でそれではこの3つの LED を仕込んでいきたいと思います。では試しに点灯してみます、はい、あーいいですね。まあ9連王の時もこんな感じでしたから、まあ、これで合体して、まあ、ちゃんと光れば大成功ということになります。はい、それでは固定して、まずは流体王に合体していきたいと思います。はい、ということで光りましたね。はい、この琉球玉の方なんですけども、まあ、琉球玉がねもう一個こちらにあるので、こちらの方はこの中身の絵柄の部分を抜いてみました。なのでこのぐらいね発光がしっかりと見えるようになりましたね。そしてこの後ろの顔の後ろが光ってますけども、こちらのねあまりのLED を束ねまして、邪魔なんでここにかませております。この兜の下顎でかませてここに仕込むと、ちょうどねこの顔のところが光って見えてかっこいいですね。はい、そしてねまあ9連王の方もこの獅子球玉をね絵柄を取っ払いまして、こちらも透き通る感じにしましたので、こちらも合わせてかっこよく光っておりますね。はい、このように9連王、流体王ともども光る仕様にしました。はい、それではねここからさらに大詰めの流体9連王に合体してからのこの LED を光らせるという最終目的に取り掛かります。
はい、ここからはですね、あえてまだ LED のですね電源は切っておいて、合体してからスイッチを入れたいと思います。まずはですね、このカジキカメレオンと、クマサソリのボイジャーを入れ替えます。はい、そして重低用を九連王の後ろのジョイントに合体します。はい、コードがちょっと邪魔ですがいけると思います。合体できました。合体できましたので、最後にルーカブトをこちらに取り付けて、完成、竜帝九連を。はい、光りました。いやー、やりましたね。はい、この胸のところも光っております。いやー、これで大成功ですね。デラックス版にはない LED 仕様の竜帝九連は完成しました。いやー、まあ竜ボイジャーが出る前まではね、ちょっと想像してなかったんですけどもね、まあ、やっぱこの竜帝九連王に合体した時に、あ、これはちょっとできるだろうかとは思ったんですけども、やってみないとちょっとね、九連王の方に仕込んだのに竜帝王に仕込まないのはちょっと寂しいかなと思ったので、このね竜帝九連王で光らせるというのを最終目標にですね、その竜帝九連王が登場してからずっと頭の中で考えていましたことを今回はねやってみました。まあこれも、まあ、見栄えはちょっと悪いですけどもね、まあ安く簡単にというのが僕のモットーなのでね、100円ショップのもので、あとはまあ自宅にあるドリルを使って穴を開けて、あとはもうこの後ろの方はね、両面テープを丸めてここに固定しております。はい、こちらね、ちょっと斜め上から今カメラで撮ってるんですけども、これをこのねカジキとカメレオンのね9玉が正面にカメラを持ってくるとですね、ボイジャーに隠れてしまうので、今そのようなアングルで撮ったんですけども、これをですねこちらの正面のアングルに持ってくると、このルーカブトからですね、獅子球玉がめっちゃ光ってるのが見えてですね、ものすごくかっこいいですね。この兜のところから漏れる光っていうのがね、この今にも光線が出てきそうでね、とてもかっこいいですね。ここが一番僕気に入ってます。もう自分でやってね、もうよくやったと自分を褒めてやりたいぐらいです。本当にこれはやってよかったですね。はい、ということで今回はミニプラのルーボイジャーに LED を仕込んで、竜帝九連王でも LED を光らせるということをやってみました。はい、今回もね、大成功ということで、また今後ね3号ロボとか出てくるかもしれないですけども、それもまたミニプラでこちらの2つに合体ということがあればですね、また9玉の部分を光らせてみたいと思います。まあ今回はこのようにね、獅子9玉と竜9玉をね、この中の部分を取っ払って光
光らせたことがね、かなりね、かっこよくなったので、今後この光らせるときはね、9玉、この中を入れずに作ってみたいと思います。光らせないときはちょっと残念な感じになるんですけども、光らせたときにね、この超発光すると、このね、やっぱこの、かなり光るんでね、それはもうデラックス版以上の光り方かなと思いますので、これからねやるときはちょっと中身の入ってない9玉で光らせてみたいなと思います。はい、では今回の LED 仕込み作戦は大成功となりました。はい、それでは以上トイズガーオーでした。